よくわかんねえけどさ、できないって決まったわけじゃないし。よくわかんねえけどさ、俺バカだからよくわかんねえけどさってやつじゃん。確信つくやつじゃん。そっか、そうだね、ランツの言う通りだよ。確信つけましたか、ランツさん。僕も命令されるままあの子を作ってちゃダメだ。あの子ってなんだよ、レオニスか。ランツ、みんなありがとう。いや感謝せよ。よし、すぐに完成させるからね。完成させてどうすんだよ。レオニスに乗って帰るのかな。できた。レオニスじゃないんだけど、何このオービタルなんたらみたいな。え、何これ、すごいな、こんな短時間で。まあすげえけどさ。けど何これ、こんなちっちゃくて大丈夫なのか。大丈夫じゃなさそうですけど。さすがに戦うのは無理だけど、ごく簡単な指示ならこなせるよ。今は僕を守るって機能だけを入れてある。抽象的だね。それでいいと思うんだ、この子は。じゃあもう俺たちの手伝いは不要だな。後ろのレウニスどうすんの。そうだね、一人でも帰れるよ。おやおや、せっかく迎えに来て差し上げたというのに。あれ、お迎えが来ましたらしいですよ。すげえ頭。死生観、ごきげんよう。顔もすごかった。何このポケモンの大ノーズみてえな。安心なさい、あなた方に興味などありません。あ、そうっすか。帰りが遅いと様子を見に来てみれば。遊んでた。最強のレウニスを作れと言ったでしょう。どれだけ時間を溶かすつもりです。おい、何言ってんだよ。それが最強のレウニスに決まってんだろ、そこにいるのが。 あの憎きアグヌスどもめ、蹂躙したくてたまらない。え、こいつもこいつでヤバそうですね。あの子のことだけど、僕は。あの子って最強のレウニスのことなのかな。言っているように、ゲームは勝つためにやるもので、一度でも後手に回ってごらんなさい。蹂躙されるのは私たちなのですよ。なるほど。でもお前ケベスですらないけどね。たくよ、いやだ、どうした。二重人格か。お前はレオニスさえいじれてりゃいいんだろ。え、そう言ってたじゃねえか。急になんか口の耐えする暇があるなら手を動かしていただきたいものです。すごいね、出ない。キャラがコロニーにいるお友達がどうなっても知りませんよ。時々こいつ、おい、藤村奥康みたいになるよ。さっきから聞いてりゃ。わかった、帰るよ。まあ帰った方がいいと思いますよ。大丈夫、もう迷わないから。あ、そう、なんだろう、最強のレウニスに自爆装置でも設置するのかな。最強のレウニスって大丈夫かな。まあダサそうだから大丈夫じゃね。あまりいいかもしないな。実戦に投入されるのは阻止したい。それもあるけど、さっきのルディの気持ちを考えたら。まあまあまあ、ひどいですよね。迷わないって言ったよ。最強のレウニスを完成させるんじゃね。むしろ一人で壊すつもりの。結構無理あると思うけどね。やっぱ自爆装置入れんのが。あ、お前いたんだ。なんだ、どうして勝手に。いや、ルディの後を追ってるもん。守る指示でね。守る指示に従ってるもん。ノア、どうしよう、 DV してたらあいつが、失勢感が。俺たちも追いかけよう。ちょ、 DV 止めねえと。いいことだよね。気楽すぎない。知り合いが増えることはいいことだよね、じゃないんだよ。みんな仲良くなれるといいね。おお、これか、小型レウニス。おーおお、どうしたどうした、すげえ押してたけど大丈夫か。お、頑張れ頑張れ。どこまで行くんだ、この小型レウニス。結構高いとこまで来たぞ。多すぎるだろこれ。あいつらの足の速さもちょっとやばいけど。
時々こういう小型レオニス止まるんだよな。もう早く行きなさいよ。あれ、あれコロニーじゃねこれ。コロニーだー。意外と近かったコロニー。コロニー13絶対入れてくんないよね。え、コロニーを解放しよう。もうなんか強制的にさ戦わされてる感があるな。できる限り戦闘は避けろってエセルさんに言われてたんだけどな。これ最強のレウニス。遅れた分きっちり巻き返すのです。ブラックかよ。できなければ分かっていますね。ゲーム再開まであまり猶予はないですよ。これだからブラック企業は。やばい、そっちの扉には俺たちがいる。バレるバレてしまう。このままだと君もたくさん誰かを傷つけちゃう。安心して辛い思いはさせないから。いっそ楽に自爆装置をつけて爆発っていう、そういう感じじゃないのかな。今のうちに C4 爆弾を設置するんだ。次に会うときはもっとすごいレウニスにしてあげるね。え、それで壊すの？そういうことでしたか。いつの間に後ろ、いつの間に、いつの間に前にいたのか。このガキよ奥安、急に出てくるね。種に交われば赤くなるというやつですか。なんだそれ。失望しましたよ。うわぁ、ふむ、想定の半分ほどの仕上がりですが、この際仕方ないでしょう。やばい、最強の半分ってまあまあ強いよね。本来の役目を果たしてもらいます。が、その前に気をしなければねえ。これ中乗ってんのかな、さっきの奥安。守ってる小型レウニス。なんです、このガラクタは。どきなさい。意外と頑張ってる意外と頑張ってる。あ、やばい、潰されるやめて、もういい。めっちゃ頑張ってんだけど。もう俺たち、いい、やばい、壊れる。そんな風に守って欲しかったんじゃないんだ。うっとうしい。ああ、ランツ、ひでえ。どうして。礼ならあいつに言え。小型レウニス、ここまで案内してくれたんだよ。道具不正が職人なのだよ。やめて、やめろ。うわうわ、ひって胸くそ悪い私の命令に逆らう道具はゴミ、すべからく廃棄です。すべからく廃棄です。レウニスはいつも僕の大事なものを守ってくれた。弱くて小さな僕にもできることがあるって教えてくれた。だからメカニックになったんだ。こんな悲しいことのためじゃない。道具の感情などどうでもいい。熱いものがあるな。反抗するならまとめて廃棄だ。やれるもんならやってみやがれ。まあ多分大したことないと思いますけどね。未完成だもん言うて。じゃあまず敵対心を取って、いた、いた、びっくりした。思った、
よいしょ。ただエネルギー充填だと。やめろ硬っ。あ、でもまあなんとかなるかもしんないな。いた、ちょっと待って、やばい、回避しないと痛いぞ。あれ死んだ、え、死んでる。嘘でしょ。やばい、相手からのダメージが痛すぎる。太陽、太陽、ちょっと待って、これやばい。あ、これ負けイベとかじゃないよね。あいつテンション高えなー。うわー死んだ。回復役が一人残っててギリギリゾンビ戦法をしてるっていうすごい状況になってるわ。あ、これまずい。あ、これ回復役みんな死んだな。うわー強え。クソほど強え。これ攻撃役一人だけの方がいいな。回復役持っていないとダメかもしれん。いや強え。でいつものこれ待っててくれてるっていうね。いやちょっとなんとかするか。いやレベルをおそらく5ぐらいかな、5ほど上げてきましたわ。でそれでね、これ白金の SL さんのクラスなんですけど、これがなんかめちゃめちゃ攻撃力が高くて、ちょっと今は、主人公しか装備できないから主人公だけ持たせてんだけど、あとはねちょっとこの太陽のクラスでとにかく回避しちゃおう、回避しちゃおう大作戦をちょっと実行したいと思って。であと面白そうなアクセサリーがあって、機械へのダメージが 75% 上がるっていうもので、まさに今使ってくれと言わんばかりの。じゃあちょっと待たせんのも悪いからね、そろそろ倒しに行かないと。待たせてごめんね。よし、みんな敵対しよう、みんな敵対しよう、それ、よしよし、しばくぞ。ごめんなさいね、ちょっとノリさん、ルリだったわ。よし、俺も回避の恩恵を受けよう。でもこれね、嫌なところがね、相手が硬いんだよね。攻撃が弾かれるところがすごい嫌なんですよね。ほいほいほい、やばい、うおー体温死んだ。こんだけレベル上げてもまだよく死ぬっていうね。ただ火力は上がったね、間違いなく。ちょ、回復を、回復を、ちょ、回復を、回復を。全然回復ってくれないんだけど。おい、なんかちょっと待って、なんか俺が敵対されてる、あぶねえ。あれか、一応ディフェンダー役をセナとランチに任せてるから、だからランツとセナが合体した時に一瞬だけこっちに狙いが定められるってわけね。ちょっと失敗したなこれ。ありがとうございます。やばい、俺も回復させてくれ、頼む。なんか防御アップしたね今。ちょっと回復に専念しましょう皆さん。ちょっとまずいですって。俺も回避アップの恩恵を受けなきゃ。エセルさんのね、なんか攻撃範囲が狭いのかね、回避のサークルに入ろうとすると絶妙に攻撃が届かない時があるんだよな。でもなんか前回よりは勝ち目を感じる。だからさ、だからダメだって。危ねえ、ちょ、危ない危ない、やめてください。本当あれだな、セナとランツが合体した時危ないな。エネルギー充填じゃないんだよ。やばい、回避サークルがない。ちょっとみんなサークル打ってよ、サボるなって。
オッケーオッケー、あ、防御アップじゃん、違うよ。あ、でもディフェンダー役が回避を頑張ってくれてんな。なんかユニ死にそうなんだけど。あ、でもなんかそっちはそっちで回復してくださいね。私は殴り続けるんで。この中で一番死ぬ確率が高いのルディだったよな。ごめん嘘、俺が死にそうです。一応一発で与えられるか。ほら6000と2000のダメージで合計8000ダメージだからね。おかしいんだよなこのキャラだけ。やっぱエッセルさん白金だけあって伊達じゃないっすね。もう一生これエッセルさんしか使わなくなりそうなんだけど。おい電撃7200、高すぎるなダメージが。オッケー弱、いや弱すぎませんかね。いや片付け、もういい、道具になど頼らずとも私が。お前の方が弱いんじゃないの後ろ。いや最強のレウニスって言ってたけど、なんだ未完成だけあってそんな強くないっすね。あいつどうなったの、爆発したの。ごめんね。うわかわいそう。何もできなかった。仕方ないっすよ。そうでもねえだろ、こいつは頑張ってくれたでしょ。少なくともこいつはお前の望んだ生き方ができてたんじゃねえか。守ってくれたもんな。そうだといいな。あの失勢感どうだったの。助けてくれてありがとう。あーもうボコボコでしたけどね。今度はもっと頑丈な体にするからね、メカトモ。メカトモ、メカトモ、何その名前だよ。必要でしょ。そういうなんかシミュレーションゲームみたいなあった気がする。戦うための道具じゃなくて、熊友みたいな。仲間で友達なんだから。仲間で友達、いいこと言うじゃん。みんなも本当にありがとう。これからはレウニスの修理だけじゃなくて、ほう、本当の意味でみんなを守れるように僕にできることを頑張るよ。今思ったけどこのパーティーペアルック率高くなっちゃったな。それだとみんなの命の火が。あ、それ大丈夫、俺たちがぶち壊します。命の火時計をそのことだけどぶっ壊す。コロニーサーティの命の火時計を壊さないか。この提案ですよ。コロニーのみんなはもちろんレウニスたちも戦いから解放できる。どうよ、そんなことできるの。もちろんうちのねラッキーセブンならできます。全部がうまくいくことばかりじゃないだろうけど。そんなの今までだって同じだよ。今度はレウニスじゃなくて明日を作るってだけ。なんかいいこと言ってる。だからぜひお願い、任せてください。ぜひぶち壊させてください。おお、あれか。よし行くぞ。あ、これ結局飛ぶところからスタートなんだ。えぶっ壊す。結構瓦礫危ないな。なんか警戒されてるし、ケベス軍に警戒されました。本当に壊れちゃった。すげえだろう、うちのラッキーセブン。おい大丈夫か。待って、その構え動かないで。貴重な素材が落ちてるかも。あ、はい、落ちてねっての。でもあの時計の素材は結構良さそうだけどね。やっぱってことはランツは落ち着かなかったんだ。そうは言ってね。大丈夫だよ、確かに視界は変わったけど迷わないって言ったでしょ。言ってたね。だな、うん、よかったね、ランツも確信つけて、ね、よかったら僕にもみんなのやりたいことを手伝わせて。何かお礼がしたいんだ。お礼、うん、本気で言ってるもん。特に役に立てることはないんですけど。本気の本気も、本気の本気もですもん。
前はいいや。心強いよ。お前らはいいや。ありがとう。頼りにしてるね。任せてよ。普通にあれだな、敵かと思ったけど、バリバリいいやつだったな。コロニー13のヒドケムをぶっ壊すことができたな。てかコロニーって30以上あんの、やばいね。失勢感の奴らもいよいよ本気で俺たちを狙ってくるかもな。破壊され続けたからね、それだけで済めばいいが。てか結局あの失勢感はどうなったんだ。あんなんでやられると思わないんだけど。狙われるのは私たちだけじゃないってこと？いや、ここは間違いなく狙われるでしょ。解放されたコロニーの兵士たちも俺たちと同じく危うい立場にある。それそうですね。人気をぶっ壊してはいさよならってわけにもいかないよな。まあそれそうね、反逆者扱いだもん。私たちでコロニーのみんなを守るウロボースの力があれば無理じゃねえかな。コロニー4とコロニー13あるもん。さすがに2カ所は厳しいっすよ。ちょっとした手助けぐらいなら、まあ素材集めるぐらいなら別にいいけど。これから先が善と多難なのは彼らも俺たちも同じだ。あれだな、ちゃんと白髪のエセルさんはあの胸元出してたけど、こっちタイツなんだな。タイツとかいいな。ここに協力し合える関係を築くことはお互いにとって悪い話じゃないと思う。とはいえそう簡単に、なんだっけこれ。まあいきなり土足で踏み込めば警戒されるのがオチだろうな。まあね、毎回警戒されてますから。で、困りごとや、問題や困りごとがあったら、私らも手を貸すって感じでさ。前と同じだね。では急げたね。早速コロニーのみんなに聞いてみよう。またちょこちょこなんか、あれがあんのかな。悩みごと解決みたいな。彼は力を貸してくれる。彼は力を貸すことを約束してくれた。あ、なんだこれ。ルディからフィールドスキルを受け継ぎました。なにこれ。ウォールクライム。能力が有効な壁をよじ登ることができます。あ、登り降りすることができます。あれか。壁が高すぎて登れないみたいな。よろしくね。そういうとこちょこちょこあったもんね。ランツ。ランツなの。ウォーメディック。ロールヒーラー。回復力の高さが売りです。パーティーに一人いれば回復役を完全に任せることができます。え、そうなの？そんな一人でいける？あ、そうだよね。こんななんか草みたいなところを登れるよね。え、にしても回復全部任せられんの？そんなちょっとなんか大きく出ちゃっていいんですか？あ、いるいる。なんでランツなんだろうね。まあいいけどさ、じゃあしてみるか。なんかあれだな、サポートは任せな。すごいな、なんかごつい。ごつい全てが。リペルの丘にあるって聞いたけど、全く見つからないんだよな。フォーチュンクローバー。フォーチュンクローバー、フォーチュンクローバーってここでも流行ってる。フォーチュンクローバーね、最近集めるの趣味って言ってましたもんね、ユーニさん。最近ベンもフォーチュンクローバー集めてるんだって。フォーチュンクローバー人気だな。ここでも流行ってる？流行りすぎですね。疲れは残さないようにしないとな。まあちょっとね、相談の前にまず飯でしょ、飯。キリミウオのバイスサンド。食おうか。いただきます。魚か。気力が回復したぜ。行くと爽やか涼風バイスサンド。料理のレシピを手に入れたな。まだな、あの料理レシピまだ3つしかないからね。あー結構あるね。まあ1万超えていいか。持ち寄った情報を整理しないと。コロニー9の情報、ここで話すの。あくまで推測だが、仕掛ける好機があったのかもしれない。狙われてるっていうのが。てかコロニー内ってあれか、俺たちがいたところか。それは困ったね。助けに行きましょう。今のままでは間に合うかもしれない。コロニー内どうやって行くんだろうね。で一応コロニー内を目指そう。
まあ別に、なんかワープできたら楽だけどね。思いのありどころ。偽善と偽善。まあね、やらない偽善よりやる偽善ってよく言いますからね。ホリンサーティーでフォーチュークローバー集めが流行ってるんだってね。みんな話したからね。確かユニも集めてたよな。コレペディアカードに登録してるらしいからね。あ、まだ4枚だけど。見つけるのにすごく苦労するから、その分幸運が訪れるんだって。4枚もあれば大変なことになるんじゃないの。誰が言い出したか分かんないけど、あ、知らないけど、7枚集めると死なないんだってさ。ドラゴンボールかよ。戦わないメカニックが集めてはあんま意味ないってことか。寿命で死なないっていうことじゃないの。兵士よりか戦死するリスク少ない、低いもんな。まあ何があるか分かんないけど。ベンってコロニーサーティーの誰だっけ、ベンって。誰だベン。さっき会ったか。まあそういうことなのかな。話聞きに行こうじゃねえか。どんだけフォーチュンクローバー好きなんだよ。四つ葉に願うのは。え、メカトモ、あれメカトモ、あれメカトモいいんじゃん。あれメカトモ、メカトモ、メカトモ生きてんじゃん。メカトモ調子いいみたいで安心した。何も喋んないけどね。ホリサーティには レウニス好きなノポがいっぱい集まってるもん。けど戦争やらなくなったらレウニスを整備する必要もなくなるもん。あのね、あの家事用レウニスとか作ればいいんじゃないですか。確かに覚えたよ。あ、これお前ベン。フォーチュークローバーな。な、あんたフォーチュークローバー集めてるんだって。まあな。ちょっとお前のフォーチュークローバーよこせよ。あいつら昨日もグス。俺が7枚集める前に、あとどれだけグス。いいやつじゃん。フォーチュークローバー。だったらリペルの丘に行ってみるといい。よく見つかる場所があるんだ。名前。めぼしい情報はこんなところか。まあそんなにフォーチュンクローバーが一番面白そうだけどね。ここで手を貸すのもいいと思うが、先に進むことも重要だ。僕たちの目的地は体験だからな。まあそうだね。エセルさんの服違和感すげえな。なんかムチムチ感がすげえよ。なんかコロニーを解放するとたくさん情報が手に入ります。隅々まで歩いて情報を探してみましょう。コロニー内の状況ね。